はい、どうもこんにちは、ちるこです。おとちるです。私が楽しければあなたも楽しい、今日もトレクル動画頑張っていきたいと思います。新しいイベントですね、てんやしょ VS 麦わらということで、1週間パーティーですが、こちらの今回は1編成のみにしたいと思います。はい。で、サポート必須が、ホーディーについているハンダーデッキですね。はい。必殺封じと、封じをね、回復してくれるので、必須となっております。それでは行きましょう。はい、では行きたいと思います。ちょっとね、攻略を見ながら、させていただきます。攻略のところにはですね、ここでミンゴの消化を、してくださいってなってるんですけど、まあなんか普通に行けばいいかなと思いましたので、うん、普通に行きます。3階ですね。はい、ここでシーザーを打ちます。ダメだった。かかってやがれ。そんな。はい。さあ、ここですよね。4階がね、まだある、まだあると思って。そう思いませんでした。まだ、違う人また出てきたと思って。いやー、ちょっとびっくりしましたね。はい、ここで、ハンターデッキングね、解除してくれました。はい。はい、まずはゾロのパターンですね。ゾロのパターンが、モリアの超過です。はい、まずはね。はい、次に鎮座。なので、左列がいいですね。左列が鎮座をシーザーがいいと思います。はい。で、シーザー。で、モリア、発動します。はい。これで突破していきましょう。はい、うん、さあ、ボス戦ですね。はい、ここでミンゴ打ちます。で、超過。はい、で、ここで、同じ効果が発動中のためって書いてあるのね。ここじゃなくて、オーディかな。はい、こちらです。順番。はい。これで、溶かしていきまーす。うん、はい。このような感じですね。はい。では、あと、ウソップとローのパターンを、ね、お見せしたいと思います。はい。はい。続きまして、ウソップのターンになります。はい。モリアの超過。はい。で、そして、ホーディ。で、モリアの必殺技。で、そして、シーザー。覚えられない。そして、エネルですね。はい。トキイチ。解除かな。あ、違う。なので、シーザーの毒で飛んでくれるという形ですね。はい。いただきましょう。このウソップの、おーっていうのが。なんとも。はい。っていう感じですね。はい。
なのでここはあのドフラミンゴは同じですね。なのでここはもうチンジャオを打てばいいって感じですね。うん、はい、これで突破していくという形になります。はい、では次がローですね。ローのパターンいきましょう。やっと出たやっと出たー。ローがなかなか出ませんでした。まあおかげで周回できたからいいんですけどはい、これでハンダーデッケだっけなが、のサポートがね発動しました。はい、まず最初モーリアですね。そして信者でしびれ解除ですね。でシーザー、はい、でこれで突破していきます。うん、はい、いいですね。はい、なのでここはミンゴで超過で、確かフォーディーだったような気がするんですよ。はい、俺で、フォーディーじゃなかったね。あ、違う。ここはエネルのようですね。ここに、同じ効果が発動中のためっていうのが、ここを見てもらえればいいかなと思います。はい。これで突破していきます。はい。うん。こんな感じですね。はい。というわけで、以上が周回パーティーとなっております。はい、というわけで、転入者 VS 麦わらのね、難しさ、星10ですね、の周回パーティーでございました。はい、今回も海賊同盟、ですね、のみんなと協力してっていう感じですね。はい、頑張っていきたいと思います。ですね、ちょっと伝え忘れてしまったんですけど、チンジャオの必殺技がですね、この16まであった方がいいですね。うん。その方が、途中で、チンジャオが、必殺技マックスになってないっていうことがあったので、はい。その方がいいかと思います。はい。というわけでした。今日はこれで終わりしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。本日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。バイバイ。